い、皆さんこんにちは、ワーナルギルビージです。では今回は新ギレンの野望クシリアザビ最前エンド目指してプレーを続きしていきたいと思います。でまず資源が全然ないので、ここは資源の強制要求をしていきましょう。まあこの救出要求を行うと自国の支持率の低下があるんですが、画面右上出ている通りですね、資金資源見ると資源がもうスカスカなんで、ここは国民に痛みを伴うそういう内容になりますが、資源を強制供出させた割にはちょろっとしか増えなかったな。まあしょうがないですね。まずは基礎研究系にじゃあ振っていきましょう。モビルスーツ、モビルアーマーにもお金を振っていきます。で特別のところでできるのはもう何もないので、前回アバオクを攻略した部隊ですね、これらをちょっと強化していきましょう。まずは部隊ですね、エルメスのハマンカーン、マリーラ、このあたりはそのまま残しておいて、他強化できるものがあれば強化していきたいですよね。という意味ではまずはそうだな、このズムシティにいる部隊をまるっと全部、ビグザムだけちょっと前回出しちゃったんでしょうがないんですが、すべてアバワクに送ります。2ターン後にアバワクに到着しますね。でグラナダにいる部隊もすべてアバワクへと送りましょう。でアバワクから連邦軍を食いに行くというところになります。2ターン後にアバワクに部隊が集結するので、すでに廃棄コロニーの3、このあたりに敵の、まあ、つまり連邦の艦隊が集結しつつあるので、こちらも出撃をしていきましょう。まず部隊ですね、エルメス、出撃できるものから出撃する。まずエルメスでしょう、ハマーンのエルメスにマリーダのエルメス、さらにエルメスでいうともう一体いるよね、ララーのエルメスがどっかにいるはずなので、ララーのエルメスを探します。おっとララーのエルメスがいない、あいるね、ザンジバルの中に入ってるな。コズンのエルメス、いや無罪、ザンジバルの中に入ってるので、これ発進させて出撃しましょう。これで連邦軍艦隊を一気に消滅させましょう。さらにドズルザビ中将のザビ家仕様のビグザム、これも出撃させていきます。ちょっと足がとろいよね、改造したいけど。でビグザムはザビ家仕様のものがもう一体ある。あしまったな、ビグザムには誰か乗せればよかったですね。まあ今となっては手遅れなので一旦よしとしましょう。でグワジンにはゲルググを乗せて出撃させる、搭載グワジン、キシリアザビのゲルググで、グワジンですね。でさらに4機搭載させましょう、キシリアのグワジンですね。でこの後後続で艦隊モビルスーツ集まってくるので、それに合わせてねまたモビルスーツ部隊の再配置は行っていく必要があるというふうに思ってはいます。さらに部隊の方ですね、編成していきます。ジョニーライデンのゲルグー、高機動型ゲルグー、さらに量産型のゲルググ、これをコズのザンジバ、なんか最近もうちょっと年取っちゃったな、カミカミなんですよね。でゲルググ量産型、これをさらに乗せましょう、ザンジバルに。
で、ザンジバルに誰か乗せられる？ダロタ。ロンメルか。ドアニング。ロンメルは、モビルスーツに乗せたいね。じゃあ、抗議動画だ。ゲルググに、ロンメルを乗せましょう。で、ザンジバルも出撃していきましょう。まあ、間違っても沈められることはないと思うので、で、ビグロはそのまま出撃させたいので、ビグロは発進させます。あと、マクベとかも乗ってるんで、このあたりもちょっと考えてはいきたいですね。モビルアーマー全国。で、出撃で言うと、ブラウブロもこのまま出しましょう。まあ、モビルアーマー系はそのまま単体で出撃させてもいいかなっていうところですね。モビルアーマーはやっぱり強いんで、モビルアーマーが豊富なジオン軍は、このあたりは多少有利に戦えるかなと思います。で、ファルメル。ドレンのファルメルです。で、ムサイには陸ドームをさらに乗せよう。陸ドーム2。ここは黒い三連星ですね。ムサイに乗せる。で、このムサイには指揮官を乗せましょう。乗ってないので。指揮官系は割と豊富に余っているという事情もあるので、惜しみなく乗せていきましょう。で、コンスコンのチュベには、いわくつきのリンクドームを乗せましょう。まあ、どうしてもね、コンスコンは、サイド6で、あっけなく、ホワイトベース隊にやられてしまったイメージが、強く残ってるので、雑魚キャラのイメージがあるんですけど、コンスコン自体の能力は悪くないですからね、普通に。では、乗せていきます。誰乗せる？ダロタ・ドワニング。フォン・ヘルシングにラコック。まあ、ラコックだな。で、こっちのムサイには、じゃあダロタを乗せて、こっちのムサイには、ドワニング。で、ザンジバルはコッセルが乗ってるのでもう OK だね。コッセルは、シーマ艦隊の、艦長ですね。赤鼻がさ、ムサイの艦長を務めてるってどうなのっていうのはちょっとあるんですけど。ここのチベに、じゃあ、ヘルシングを乗せて、これでいいかな。で、出撃させていきましょう、ムサイ。まずは目の前の連邦艦隊。これを潰しておきたいですよね。で、あとはグアジンが1隻、チベが1隻、リックドム隊が残ってるので、これ全員乗せていっちゃいましょう。部隊。まあ、グアジンにまとめてドケーっと乗せちゃってもいいかなって感じはしますが、シャー専用ゲルグが残ってるね。シャーゲルも当然貴重な戦力なんで、シャーゲルも出しましょう。で、黒い三連星の、ザクワン、まあ、この辺りはもう捨て石になってもらうしかないかなというところもありますが、一旦これで全員乗せたかな。パプアはとりあえず残しておきましょう。この後ね、アーバーワークにグラナダとズムシティからモビルスーツが大量に送られてくるので、そのために残しておきます。まあ本当にでもアーバーワークでギレンと交戦したばかりなのに、もう連邦艦隊と戦わなきゃいけないというのはなかなか悲惨な状況ですね。一応ミノフスキー粒子は散布しておきます。そうか、せっかく資源の強制供出を要求したのにモビルスーツ作るの忘れちゃいましたね。
まあ、イージーなんで、今みたいな本当なミスをしても、些細なミスであれば全然取り返せるんですけど、ハード以上になると、もうミスをすると、そのミスを取り返すことは不可能ですね。エルメス、ここは反撃しましょう。さすがよ、マリーダのエルメス。マリーダのエルメスある限り。さあ、これは迎え撃ちます。確認しましょう。ゲルググの砲撃戦型の開発ですね。これが完了しました。強力なビームキャノンの装備により遠距離攻撃が可能となり、高い火力を持つ機体に仕上がった。反面、格闘性能が若干低下したということですね。まあ、砲撃戦ができるってことは、あの敵の格闘機相手であれば、一方的な攻撃ができるので有利に戦えるんですけど、命中率が下がるのでパイロットを乗せるのは必須ですね。では開発を行っていきます。ちょっとお金も厳しくなってきたので2200ずつ乗せて、新兵器の開発はいいかな。核装備はちょっとできないんで、ゲルググの高機動型の開発、お金的にきついけど将来的なために投資しておきましょう。で、アーバーワークではモビルスーツの開発、いや生産を行いましょう。生産モビルスーツ作っていく。モビルスーツは、まあ、この後のことを考えると陸戦、まあ、地球に侵攻した後も使えるっていうのが絶対条件なんで、まあ、高機動型のゲルググ、いや初期生産型のゲルググですね、これを作っていきましょう。で、いよいよ攻撃を仕掛けていきます。攻撃、いや、もうちょっと近づきたいよな。もうちょっとだけ近づく。で、次のターンで一気に仕掛ける。で、キシリアの、あるいはコンスコンのっていうのを中央に添えて、厚めにミノフスキー粒子を撒いていきましょう。これでどう？忘れないうちに散布します。最初の一撃をどっちが仕掛けるかでね、だいぶ戦局変わってきますからね。特に敵のモビルスーツ部隊相手になると数では決して有利という状況ではないので、画面のどうだろう、上の方には比較的ビグザムを配置しているので余裕がありそうな気はしますね。で、リックドムは一機、制圧に向かわせましょう。制圧担当、これでいいだろう。ミノスキー粒子さらに撒く。ミノスキー粒子はもう撒いて撒いて撒きまくっておこう。よし、これでいいね。次のターンでまずは連邦軍艦隊を撃滅しましょう。で、そのまま撃破したら続いてソロモンの奪還作戦、これを発動していきます。連邦軍艦隊が前進をしているので連邦軍艦隊の先制攻撃から始まりそうですね。おっと、いきなりか。ムサイを狙ってきたか。エルメスを狙ってきてる。ダロタ。まあ、耐えられるでしょう、ここは。艦隊戦同士の砲撃戦ですけど、敵はこれマゼランかサラミスか。こらえたね。
ロレンのファルメルも問題ないでしょう。ララーのエルメスは、落とされるわけにはいかないので、絶対にダメージを食らってほしくない。OK だ。さすがよ、ララー。で、次のターンで一気に、連邦軍艦隊に、マップ攻撃、マップ兵器攻撃を仕掛けて、蹴りをつけます。で、この先なんですが、まずは、アーバーワークに集結したモビルスーツ部隊確認しましょう。ざっとこんだけ揃ってるよね。ゲルググ、パプア。そしたら生産するのは、ザンジバルだね。で、先に攻撃を仕掛けていきましょう。まずは、ゴズルザビ中将の、いや、先にあれだな。エルメスのマップ攻撃からやっていこう。どこにぶち込むのが一番効果的かってことなんですよね。ホワイトベース仕留めたいけど、ホワイトベース仕留めるのはちょっとこのターンでは難しそうなので、攻撃、ピット攻撃で。できるだけね、味方のモビルスーツ隊が取り付くのに邪魔したくはないので、邪魔にならない範囲にばらまいていきたいんですよね。これである程度敵の攻撃を受ける前に殲滅できるという目論みですね。で、ビグロも取り付く。モビルスーツ部隊は発進していきます。ビグロも攻撃を仕掛けていく。ギャン、ギャンはちょっと今出撃するタイミングじゃないね。攻撃で一目にかかりましょう。で、リックドーム3機出撃させていきましょう。ゲルググ、マリーネにゲルググの量産型ですね。これも出撃させて、グワジン自体は敵艦隊の攻撃に入りましょう。アクトザクも出撃。リックドーム4機出撃させます。で、ゲルググの量産型2機。これ出撃させても攻撃するところないので、一旦敵の艦隊に攻撃を仕掛けましょう。で、ゲルググ量産型、グワジンに乗ってるものですね。これを普通に出撃させちゃおう。で、攻撃を仕掛けて、ミノフスキー粒子は散布したいけど、一旦このままします。で、ゲルググ。これも出撃させる。で、ミノフスキー粒子を散布しましょう。ジョニー・ライデンのゲルググも出したい。けど出すところがないね。なかなか詰まってきちゃってるからね。リクドム発進させます。で、ここもミノフスキー粒子を散布するんではなくて攻撃に専念しましょう。で、シャーゲルを出していこう。シャーゲルも出撃だな普通に。で、前進して攻撃です。まあ、今回で先制攻撃をしてある程度敵の数を減らすというのが目的なので、積極的に前に出ましょう。
して敵艦隊は逃がさない。そのために後続部隊も出撃させていきます。ゲルググの量産型、ゲルググの量産型は結構数は揃ってるんで、まあずーっとね、作ってきたというのもあるんですけど、数が揃ってるので、まあ惜しみなく出撃させられるっていうのは大きいかな。で、ロッキースタックさせて出撃させていきます。で、リックドーム2も数は揃ってるね。リックドームと合わせたら結構な数ありそうですね。まあ、分かりづらくならないようにある程度機種は揃えていきます。ランバラール専用機のゲルググにはランバラール乗せてあげたいよね。ランバラルは、グフで散ってった運命なんで、なんとか、ランバラル専用の、この、ゲルググに乗せてあげたい。バルバロいるね。バルバロは出したいな、早めに。バルバロ出します。ただ、攻撃、あ、できる。攻撃もできる。ありがたい。まあ、ただちょっと合わないのであれば一旦ここは普通に出撃させましょう。まああのジム一機のためにね、総力攻撃を仕掛けるのもバカバカしいので。で、パプアに乗せよう。残りのまとまったものは、パプアに乗せて、残っているのが、ランバラール専用ドームゲルググとシャア専用ギャン、これらが残ってるね。ちょっとこれ、こいつら遊ばせとくのもったいないけど、下手に出撃させると乗せ替えが面倒なんで残しておきましょう。で、ドームキャノンは、陸上タイプなんでどうにもならないので一旦残しておきます。ではこれでいきましょう。このターンである程度ね、連邦艦隊の主力を潰すと。で、さらにホワイトベースも砲撃で潰したいですよね。順調だ。なに、リックドームが一気やられた。ただこっからですからね、ビット攻撃で仕留める。数一気に減らした。で、次のターンしのげば連邦艦隊を壊滅させられますね。まずはダイス展開してるの連邦も多いので、ちょっとコンピューターの試行時間が長くなってます。いや、いいよ、こんだけリックドーム一気に狙いを定めてくれると非常にありがたい。さすがララーのエルメスだよね。マジで強いわ。ドレンのファルメルが結構食らっちゃったかな。ホワイトベースは下から回ってきますね。これはちょっとやだな。できればビグザムを当てたかったんですけど、そうはならなそうですね。じゃあ忘れないうちに生産だけします。生産するのは今後必要になってくるザンジバル。ザンジバル、金が足りない。ザンジバル3隻あるんで、これ、バーワークに送りましょう。
ここもザンジバル2隻にビグザム2にエルメス1、これをア・バオア空に送る。でこのア・バオア空に送ったこれらの部隊は、漏れなくソロモンの奪還に向かいましょう。で敵の艦隊だよ、敵の艦隊。ビット攻撃で敵を仕留める。いや、ほんと殺人的な強さだからな、エルメスのビット攻撃は。さあこれで敵の艦隊の潰しができるでしょう。大型メガ粒子砲。うわ、ここハマったら強いよ。ここに大型メガ粒子砲決まったら。問題はホワイトベース隊だね。ホワイトベース隊、あれだけちょっと邪魔くさい。で他はもうソロモン攻略、まあ、奪還って言った方がいいのかな、に向けて動き出しちゃいましょう。で、アクトザク部隊は委任して、これ制圧運動にかかってもらおう。制圧に専念。で、ゲルググ部隊もちょっと乗せきれられないので、簡単にね。ソロモンに向けて地道に動き出してもらいます。で、とはいえ残りの艦隊で、敵を確実に仕留めていかないと、撃ち漏らすとまた面倒なことが起きるので、撃ち漏らしがないようにだけはしましょう。モビルスーツ隊は入りきらなかった人たちを中心に先へ進もう。で、残りは艦砲射撃で敵を仕留める。確実性を期したいからね。撃ち漏らす可能性があるとしたら、やっぱりホワイトベースなんで、ホワイトベースにはキシリア自ら攻撃を仕掛ける。これで全員攻撃に参加できるね。さらにビット攻撃、まあ、マップ兵器に、あとは大型メガ粒子砲。この、ドズルザフィ中将の、大型メガ粒子砲も炸裂するので、これで壊滅できるでしょう。連邦艦隊を。いや、エルメス、アルドンとナショナル全然違うね。ハモンさん。一機だけ、いや、二機撃ち漏らしたね。一機だけゲギア。ホワイトベースも虫の息だな。ちょっとホワイトベースだけ撃ち漏らしになっちゃったのがもったいないかな。さあ、ドズルザビ中将の大型メガ粒子砲。この絵は、いや、ザビゲ仕様になってる。すげえ。ザビゲ仕様の、
かー、空振りだね、まあ、しょうがない。まあ、ただ、連邦軍の宇宙艦隊ですね、アーバーワークに接近しつつあった連邦軍の宇宙艦隊、これは完全に壊滅状態に追い込んだので、まあ、これでソロモンに向けて出撃できますね。まあ何はともあれエルメスのマップ兵器ビット攻撃のおかげだわ。ビッグドーム一石失ったか、ちょっともったいなかったな。新兵器の開発プラン確認しましょう。統合整備計画さん、統合整備計画によって提案された第2期生産型モビルスーツの開発を行う。モビルスーツ14、これはゲルググですね。全面的な改修を施し、機体の全面的な性能向上を図ると。強襲用モビルスーツの開発。一撃離脱戦法を目的とする強襲用モビルスーツを開発する。大水力のスラスターを全身に配置することで、かつてない高機動性を実現。なるほど。これはじゃあ、ケンプファーだと思うので、開発していきましょう。開発です。まあ、まずは、薄く。各種ものに金をばらまいていって、あとは統合計画の3ですね。いや金がないわとなると強襲用モビルスーツ、ケンプファの開発をどうするかちょっと迷うな。まあせっかくなんで開発していきましょう。これで金がなくなったのでこのターンはもう何もできませんけど、ホワイトベースはどこに行った？ホワイトベースを逃がすわけにはいかない。ホワイトベースは仕留めるんだ。まあ、全体的にはソロモン方面へと進みつつという感じですね。モビルスーツ隊は収納していきます。そうか、アクトザク部隊は移民して制圧で、残りは次の艦隊行動に入ってもらいましょう。バルバロに誰も乗ってないってちょっと微妙だな。誰か乗せてあげて、しっかりと、守りを固めてあげたいけど。モビルアーマーが今、ソロモン方面に突出してるのが、バルバロ一機なんで、このバルバロが落とされるってことになると、ちょっと面倒なんですよね。ビグザムももう戻っていきましょう。で、こっからだ。ムサイもこれ、ダルタのムサイは満載してるので、よしとして、ビグロが2隻乗ってんだな。ちょっとこれじゃ発進させちゃおう。で、ザンジバルも、すでに次の戦局を睨んでいきます。で、チベとグアジンクラスで、残りの敵の掃討に入りましょう。足が遅いからね、ムサイは。まあ、これもただね、ある程度向かいながらっていう形にはなります、もう。敵を仕留めるのは当然として、
マゼランを撃沈。さあ、ホワイトベース。これも撃沈したね。さあ、ビット攻撃でジムも完全破壊したので、これで、ア・バオア・クーに展開していた連邦軍主力艦隊、完全に撃破し終わりましたね。ホワイトベースに乗っていたモビルスーツが、もしかしたら残ってるかもしれないので、次のターンでそれを確認していきましょう。あと宇宙軍はアクトザクを中心に各コロニーの制圧を行わせていきます。うわ、ここで連邦軍の第2波だな。ゲルググが沈むとまずい。バルバルは残ったね。ガルシアも残った。急いでエルメスを向かわせましょう。高機動型ゲルグ、これの開発が完了してます。あとはニュータイプ専用モビルスーツ、ジオング。ジオングってモビルアーマー扱いなのかな。すぐに確認しましょう。この後ジオングがモビルアーマーなのかモビルスーツなのか。ゲルグ強襲型の開発、ジョニーライデン専用ゲルグ、新松永専用ゲルグ、黒い三連星専用ゲルグ。これ黒い三連星のシナリオハードをクリアするともらえるんですけどね。まあ、今回専用機は一旦作るのはやめておきます。お金がないんで。モビルアーマーに、ジュオングはモビルスーツ扱いだね。やっぱりいないもんね、ジュオング。もうただズムシティにいるっぽいので、ズムシティから輸送しちゃいましょう。ジュオングと強襲型のゲルグ、これアバー君に送ります。でだ、こっからだ。敵のモビルスーツ、これガンダムだな。さらにホワイトベース隊、これどこ狙う気だ。もしかしたらこいつらあれかもしれないね、グラナダを狙っている気配があるね。ということはグラナダ方面に一部の艦隊を割くしかないな。グラナダにはじゃあアキシリアを派遣しましょう。ちょっと予想外のことが起きちゃってるので、まあ、艦隊は2つに分けたくないんですが、しょうがないですね。ここはまあ、主力はやっぱり、ソロモンの攻略に向かわせたいので、残りの部隊は全員ソロモンに向かわせましょう。バルバロがちょっと危ないので、一旦戻したいね、バルバロは。ゲルググ部隊を出撃。で、バルバロは一旦、格納できない。バルバロを一旦戻してあげたいな。バルバロを失いたくないので。で、今回注意しなきゃいけないのが、マップ兵器を使ったゴリ押しができないっていうところかな。前回はね、もうマップ兵器を使ったゴリ押しを行っていったんですが、今回残念なことにエルメスはいないので、次のターンに
ある程度大ダメージを受ける可能性があるというのは覚悟をしておいた方がいいかもしれませんね。まあ、でもその可能性をちょっとでも減らすために、減らせるときに減らす。ビグザムも登場。ビグザムの河川場をちょっとね、次のターン開ければマップ攻撃も可能ですね。ビグロは発進させます。打ち漏らしがないように、それでいて燃料切れを起こして無駄にターンを消耗するのは嫌なので、バランスを見ながらやっていきましょう。で、無彩部隊はソロモン攻略へと向かいましょう。で、アーバーワークに襲撃した、集まってきた部隊ですね。彼らも、もう一旦、発進させよう。で、エルメスとザンジバルを、さらにビグザムも出撃させよう。いや、ビグザムはでもあれだよな、アーバーワークとか、一隻ビグザム残しとく、むしろ。ビグザム一隻いるだけで、全然違うもんね。これグラノダに、ビグザムは輸送する。ビグザムの守りは任せた、ということだな。で、あとはエルメスを乗せちゃいましょう。あ、配属できる。エルメス誰乗せる？ニュータイプ能力高い人間、モビルアーマー。モビルアーマー、ブーン。ブーンにエルメス乗せてもちょっと微妙だけど。あと、ザンジバルには、ガルマを乗せ、ガルマ能力低いな。クランプ。あとは全員、パイロット系だね。では、初期型の、ゲルググに乗せちゃいましょう。ザンジバルに乗せて、よし、これで出撃させていきます。ゲルググキャノンも乗せちゃう？搭載。まあ大丈夫だと思うんですよね。グラナダ守る部隊は一応エルメス部隊を派遣してあるというか残してあるので、エネルギー切れが一緒に起きるのだけはちょっと怖いかなっていうところですね。あとはブーンがビット攻撃できるのかだな。ニュータイプじゃないブーンが、あれ、今動かしたビグザムってグラナダに輸送しようとしてたビグザムじゃないよね。偏見感情だな今。アムロレイのガンダム、バズーカ装備ですね。よし、撃破した。いや、もうさ、完全にさ、ないじゃん。よく反撃してくるな、それで。あと、ホワイトベースらしきもの、まあ、ホワイトベースではない、ペガサス級がいましたね。暗礁中域にペガサス級発見。いや、でも本当にあれだな、グラナダがちょっと危ないね。グラナダにモビルスーツ残しておいてあげた方がいいな。
というか囲碁の生産は一旦グラナダで行おう。そうすればグラナダにモビルスーツを送る必要がなくなるので、もう地上は一旦どうでもいい。ガルシアのドンを失ったね。アクトザクも一石失ったか。いやー結構グラナダ方面艦隊、敵艦隊多いな。マジか。戦いの趨勢は我々にあります。大攻勢に転じる機会は今しかありません。一気に連邦を攻め落としましょう。そうしましょう。大反攻作戦開始。キリマンジャロ基地を足掛かりに地上制圧を開始してください。いやーそうしたいんだけどさ、モビルスーツ。ここはゲルググの量産型。量産型ゲルググはダメか。となると高機動型のゲルググになるけど、これ2ターン使うんだよな。まあしょうがないで、2ターン以内にはさすがに連邦も攻め込んでは来ないでしょう。で地上の方も今回から確認をしていかなきゃいけないね。キリマンジャロ基地の奪還に成功したとあるので、ここで生産するモビルスーツ。陸戦型。いやードムだろう、ここはドムだろう。せめて委任者を制圧。ギャロップ、ユーコーンとかは出撃させられないわ。今地上ではキリマンジャロだけ拠点は。そうだね、キリマンジャロだけだね。いやキリマンジャロだけだとどうにもならない、さすがに。で心配なのがここだよ。ここマップ攻撃できる？できるね。ここはちょっと自動にしてるキャラも一旦自分で操作に切り替えて、マリーダさんがちょっとパワー不足に陥ってるな。しょうがない。マリーダを一旦収容したいのでモビルスーツ隊を出す。発進ザク2。いやエルメスは収納不能か。ここは一旦散布した上で攻撃だな。ホワイトです。こんなとこかな、大丈夫かな。でソロモン攻略部隊だね。ビグザムの河川上にはモビルスーツを展開させてはいけない。発進
リックドーム部隊を発進させましょう。で、あとは周辺の敵を掃討していきます。いやー、ビグロがいると安心感あるわ。これもノーマルとかだとまたね、ちょっとここまで簡単にはいかないのかなという感じはするんですけど、今回はね、裁量エンドを見るというのが一番の目標なので、このまま進めていっちゃいましょう。で、バルバロも回復したね。で、ビグザム、ドズルザビ中将のビグザムも回復したので戦線に復帰。あとは惜しみなく艦隊戦を展開していきます。エルメス発進させよう。ブーンのエルメス。ビット攻撃はちょっとできないよね。もったいないけど。そうなるとヘルシングのチベは戻そう。で、グラナダの防衛に入らないとまずい。グラナダが敵の進駐を受けている。ビグザムもう一機グラナダに。で、次のターンでグラナダに輸送しちゃおう。グラナダが思ったより危ないね。グラナダの戦力はというと、大した戦力いないからな。2ターンかかるし、やっぱり一旦グラナダに戦力戻す必要がありますね。で、ソロモンとグラナダと暗礁中域、3つの場所で同時に戦闘を開いているという状態です。リックドーム2機失ったね。偏見艦長を撃ち取った。といってもこれ死なないからね、パイロットとか艦長とかは。さあ、ここの敵の反撃だよね。きついのが。東南アジア付近はまだジオンが抑えてるね。いやー、東南アジア、ジオンが抑えてるっていうだけでなんかすっごい嬉しいな。やっぱり大の東南アジア好きとしては東南アジアは譲れない。ソロモンを取ってルナ2を取れば宇宙は、間違いなくこちらのものになります。お、こんだけの攻撃を一身にゲルググが受けてくれるってマジでありがたい。
リックドムこれで3期目だね。このソロモン宙域での戦いで失うの。アクトザクも失った。まあ、ここはしょうがないね。ある程度、敵の最新鋭モビルスーツとかが揃ってるので。さあ、金を使って、グラナダの防衛だ。グラナダの防衛がちょっと危ないので、先にグラナダの防衛に手を打っておきましょう。アーバーワークーから輸送します。ジオングも輸送すれば、さらにビッグザムもあるし、まあこれでグラナダの防衛は可能でしょう。グラナダに敵が迫ってるからね。ビッグザム一気ではちょっとさすがに心もとないわ。では、まずは暗礁中域の戦いから蹴りをつけに行こう。敵は数決しても多くはないけれども、まだまだ油断はできないね。エルメスのビット攻撃ができなくなってるので、どうしようかな。エルメスのビット攻撃の当てがもうできないとなった以上は、普通に攻撃を仕掛けていくしかないね。待ってくれ、思ったよりきついな。エルメスの回復ができないってなると。ちょっと待って、思ったよりまずい状況になってる気がする。モビルアーマーがこれ回復する場所がない。しまった、しまったとしか言いようがない。どうする。エネルギー切れを起こしそうな、そんな予感がするぞ。さて、エルメス回復しないと危ないけど、回復する術がないな。ちょっと困りましたね。暗礁中域の撤退しなきゃいけないかもしれない。で、グラナダで一気に迎え撃つっていうのも手ではありますよね。そうなると。さあ、そしたらこっちの方は前へ前へと進んでいきましょう。まずは敵の艦隊の始末をしていきたい。なんか敵は無駄に分かれてきてるので、これ格好撃破のいい対象になる。ビッグザンブは足がとろいので、故郷ソロモンに向けてまっしぐらにかけてもらおう。ビッグドームも発進させる。
ブーンのエルメスはビット攻撃ができないよね。それは分かっていた。そう思うよ。初期型ゲルググを出しておこう。デコイ代わりにはなるだろう。できればこのターンである程度ね、連邦艦隊を数減らしておきたい。いや心配なのが暗礁中域だ。ここさ、モビルアーマー部隊の燃料切れが心配だね。バーニンが急出てきてるもんね。敵も結構硬いからね。バーニンガム級はちょっとジョニーライデンのゲルググ見たいので見ましょう。ゼーゴックですね。逃したけど最後は格闘で仕留める。さすがよジョニーライデン。ソロモン攻略は順調に進みそうですね。敵の艦隊蹴散らしてるので。問題はこっちだよ。もうだってエルメスの燃料がカスカスなんで、一旦グラナダに戻しましょう。エルメスって大型だから収容できないんだな、きっと。ドアニングが危ないね。ドアニング次忘れずに下げないといけないな。ドレンのファルメルも危ない。ボラギニホンに関してはもう燃料切れ。ゲルググが一気やられた。暗礁中域の方は一度撤退しましょう。キリマンジャロには敵部隊が侵入。まあ、数的には十分に撃破できますね。統合整備計画の3が完了しました。さらにケンプファー。ケンプファーはあれだな、早速キリマンジャロに配備してもいいかもしれないですね。では新兵器の開発プラン確認していきましょう。これはまさかノイエジールではないか。さらにザンジバルの改良型ですね。いやーお金ないからな、ちょっと迷うけど。はい、では1時間以上経っちゃいましたので、どうしてもやっぱこういうね戦略級の単性ゲームは時間を忘れて没入してしまうんですけど、ちょっとだいぶ長くなりましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、まずソロモン方面はこのまま攻勢をかけて暗礁中域の方は一度撤退に入ります。引き続きプレイの方頑張っていきたいと思いますので皆さんの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。